赤穂ひまわり選手は2021年の東京オリンピックで女子日本代表初のメダル獲得に貢献現在所属チームのデンソーアイリスでもキャプテンを務めるなど女子バスケ界に欠かせない存在ですそして今日日本バスケットボール協会はパリオリンピックの女子日本代表候補23人を発表赤穂ひまわり選手も順当に名を連ねました 銀メダルを獲得した東京大会に続き、2大会連続の表彰台を狙うチームは、来月6日から東京都内で合宿に臨むということです。